あんなやつキープに決まってんじゃん。だよね、だと思った。あいつ私がオッケー出したらよっしゃって叫んでやんの。キモ、超ウケる。早速明日から昼飯おごらせよっと。じゃあ帰ろっか。はぁ、あ、マジウケる。あははは、そうだね。ね。あれ、女さん、まだ残ってたの？うん。まさか、聞かれてた？よかったら、一緒に帰らない？どうしたの？女さんらしくないじゃん。ニコ。バレてないみたいね。はぁ、あ、よかった。明日のお昼どうしようかと思っちゃった。うん、帰ろっか。にっこり。ねえ、私、クレープが食べたいな。わかった。買ってきてあげるよ。ほんと？じゃあ、チョコバナナでよろしくね。あと、女友の分も。え？いいよ、私は。いいよ、遠慮しないでさ。ほら、こう言ってるしさ。じゃあ、私も。わかった。スタスタ。いやー、やっぱ思った通り、使えるねー。じゃあ私、こっちだから。女とも、男くん、また明日。にっこり。また明日、ニコ。男なんて、軽く気があるように見せればいいんだから余裕よね。明日はもっと怒らせよっと。たたたー。はぁ、あ。あ、ん？あれ、まだ帰ってなかったんだ。そろそろ日が暮れるし、女友さんも帰った方がいいよ。うん。ふぅ、とぼとぼ。あの話、聞いてたでしょ？何のことだか。とぼけないでよ。あのさ。別れないぞ。あれ？え？女さんがいつか振り向いてくれるまで、絶対に別れないからな。え、いや、そうじゃなくて。なんて言おうと、俺は絶対別れないからな。話を聞いてくれない。まあそういうことなら手伝ってあげるよ。え、私女と付き合い長いからさ、いろいろサポートしてあげられるし。マジで。うん、どうする？そりゃ手伝ってほしいけど、昼飯か。え、女友さんも対価で昼飯をおごってほしいのか。いや、そういうわけじゃないけど。え、ただでサポートしてくれるのか。ガバ。うん。よっしゃー。ありがとう、女友さん。じゃあ、早速作戦会議しようか。そこらのファミレスで。ぐい。え？あ、女さん、俺のことキープって言ってたけどさ、本当に好きなのは誰なの？ね、ともくんだったかな。ともって、ランク高すぎるだろう。いいよ。え、何か言った？あ、ううん、なんでも。そっか。で、女さんの好きな食べ物って何？卵焼きだよ。甘いやつ。ほー。今日はいろいろありがとな、女友さん。ううん、こっちこそ。え、俺何かしたっけ？あー、クレープか。じゃあ、困ったらいつでもメールしてね。うん、また明日、ニカ。うん、また明日。たたた。逃げるように帰ってった。はぁ。翌日、女さんおはよう。あ、女友さんも。え？ああ、おはよう。おはよう。そういえば、付き合ってあげたんだったっけ？女さん、俺さ、今日弁当作ってきたんだよ。よかったら食べてくれないかな。うん。え、弁当？あんた、男くん、料理できるの？料理くらい俺だってできるさ。男子の弁当か。不安だけど、もらっとけば昼飯代は浮くか。ありがとう、もらっとく。にっこり。笑った。これって結構好印象？いいなぁ。ボソ。昼、中庭ベンチ。うわ、なにこれ。どうしたの？見てこの弁当、卵焼きがぎっしり。私、こんな弁当いらないから捨てて。って、何指くわえてんの？女とも。え？あ、もしかして食べたいの？うん、ごく。じゃあ、女友の弁当と交換ね。ほんと？え？うん。やったー！女友、そんなに卵焼き好きだったっけ？昼、屋上。あれ？今日は弁当なんだな。珍しい。
まあな、カッパ。うわ、キモ。え、キモいとか失礼な。お前、これ卵焼きしか入ってねえじゃねえか。そうだけど、一口いるか？いるか。誰も食べたがらねえよ、そんな気持ち悪いの。う、ガビーン。その後、お、女さん。何、男くん。どうだった俺の弁当。たらたら。う、聞かれるとは思ってたけど、あげたとはさすがに言えないわよね。お、美味しかったって女友が言ってたわ。良きは洗って返すって女友が言ってたから。え、よかった。友のやつ、人の弁当を気持ち悪いとか言いやがって。うふふ。体育の授業。おお、女子が走ってるぞ。やっぱ女ちゃんは可愛いな。だよな、可愛いよな。なあ。いや、委員長の方が可愛くね。はあ、お前目おかしいんじゃねえの。おい、トモ、お前はどう思う。え、何がだよ。女子だよ、女子。女子？別にどうでもいい、興味ねえし。ふう、今のところ脈なしってところか。そういえば、女ちゃんの影に隠れてるけどさ、女トモさんも相当可愛いよな。可愛いっていうより美人って感じだよな。わかるわかる。体育の授業、女子編。キャー、ともくん。かっこいい。ほんとともくんはスポーツもできるし勉強もできるし顔もいいし完璧だよね。ほんと、ともくんはいいよね。ともくんのあの顔見てるだけで、って男邪魔。ともくんの顔が見えないじゃない。ピキ。ああ。ともくんと付き合えたらどんなにいいことか。でも男くんも悪くないよね。え？あ、一緒にパフェ食べ合ったりして。まさか女とも男のことが。うーん。かー。放課後、今日はどこに行っておごらせようかな。何も私まで行かなくても。ダメよ。私一人じゃ何されるかわからないじゃない。くんは今。ボソッ。お待たせ、女さん。に、女友さん。ううん、全然待ってないよ。あはは。じゃあ行きましょうか。うん。あ、私、ここのケーキがずっと気になってたんだ。食べに行かない？うん、いいよ。もちろん、男くんのおごりだよね。うん。ああ、美味しい。パクパク。女友さんは食べないのか？うん。遠慮しなくてもいいよ。ああ、美味しかった。じゃあまた明日ね。たたた。また明日。2個。ああ、今日で3000円もなくなった。でもこれも女さんと付き合うためだと思えば。お金、やばいんでしょ？いや、そんなことは。顔に出てるよ。そんな無理しないでもいいのに。無理なんかしてないさ。女さんと付き合うためならこのくらいどうってことない。そんなことよりさ。うん。なんでついてくんの？女がどうしてもついてきてって言うから。別に断ればいいだけだろ。俺のことをサポートしてくれるんじゃなかったのか？ぶっちゃけ邪魔なんだよね。俺は女さんと2人で出かけたいのにさ。ごめんなさい。ポロ。いや、ごめん、俺。私が悪かったの。ごめんね。明日からついていかないから。女友さん、悪かったよ。じゃあ、帰るね。また明日。なんてことを。せっかく俺なんかのためにサポートしてくれてたのに。きっと、しぶしぶついてきてたのも、女さんを心配して。明日、謝らないとな。それから数日が経ちました。おはよう、女さん。ああ、おはよう。女友さん、今日も女さんと来てないのか。謝りたいのに、やっぱりあれ以来避けられてるな。やっぱりこいつと二人っていうのは不安で仕方がないわね。女友、最近用事あるからって口実で避けてない？ああ、女さん、はい、弁当。え？ああ、ありがとう。最近はまあまあ食べられる見た目の弁当になったけど、味付けが私好みじゃないのよね。やっぱり放課後呼び出して。でも、女さんとの時間がな。ねえ女、最近さ、男とよく一緒にいるよね。そうかしらね。朝と放課後、いつも一緒にいるじゃない。付き合ってんの？つ、
付き合ってるわけないじゃない。バカなこと言わないで。え、ごめん。付き合わせてるなんてバレたら、ともくんと付き合えなくなるじゃない。じー。どうした男、そんなにうなって。え、別に、じー。はは、なるほど。あ？お前、女友さんが気になってんだろう。いや、そういうわけじゃ。わかるぜ、その気持ち。大人な外見なのに、少し子供っぽい性格がいいっていうか、ギョップ萌えってやつか？そう、それだ。あの女ちゃんにはない、女友さんの独特の魅力ってやつだな。ああ、女ちゃんディスってんじゃねえぞ。気にはなってるけど、そっちじゃねえよ。昼。ねえ、最近どうしたの？え、何が？朝も一人で先に行っちゃうし、放課後も。最近忙しくてさ。朝はともかく、放課後はあいつと一緒だから、いつ何されるかわからないから怖いのよ。でも何もされてないんでしょ？今のところはね。じゃあ大丈夫だよ。でもさ。大丈夫だよ。女だってもうわかってるでしょ？男くんはそんなことする人じゃないって。まあ、うん。それで、ともくんはどうするの？え？どうするって。好きなんだよね。告白しないの？好きだし告りたいけど。でも断られそうで。私が一方的に惚れてるだけで接点もないし。男くんがいるでしょ？え？ともくんと仲のいい男くんが。うん。男くんに紹介してもらえばいいんじゃないかな。なるほど。女とも、あんたって頭いいね。ふふ。男くん。ぎゅ。え？一瞬寒気がした。ねえねえ、男くん。どうしたの？男くんの友達で、ともくんっているじゃない？え、ついに来た。ああ、ともがどうかした？よかったら、私に紹介してよ。なんで？男くんのことがもっと知りたいなーって。くそ、ともめ、絶対に負けないからな。いいよ。やったー、作戦成功。ありがとう、女とも。なあ、とも。あ、なんだよ。後で紹介したい人がいるんだけど、放課後暇？ああ、まあ、今日は部活休みだし暇だけど、誰だよ、そいつ。それは、会ってからのお楽しみだな。はあ？男子か、女子か？女子だけど。へえ。興味なさげだな。これは、争うまでもないか。放課後、友を紹介する前に、女友さんに一言謝りたかったが、目を離した隙に消えていたの、マッキー。おい男、さっさと行こうぜ。じゃあ紹介します。ああ頼む。クラスのマドンナ、ご存知女さんです。よろしくね、ともくん。うわー、覚悟はしてたけど俺と態度が違いすぎる。ああよろしく。喫茶店にて。ともくんってさ、何部だっけ？サッカー部だけど。ポジションは？フォワード。わかんない。一人でいること結構多いよね。なんで？一人の方が楽だから。そうなんだ。女さんは何部だったんだ？私は、中学はバレエやってたけど、高校入ってからは何もやってないよ。へえ。なんか何気に会話弾んでね。もしかして俺って邪魔？ねえ、メアド教えてくれない？別にいいけど。あれ？そういえば俺って、女さんのアドレスとか。じゃあ、赤外線で送るからさ。わかった。ごめん、とも。俺、もう帰る。え？あとは二人で話しててくれよ。じゃあ、また明日な。おい、待てよ。やっと帰ったか、お邪魔虫め。まあ、ああ言ってるし、あとは二人で。そりゃあの話聞いてたし、分かってたけどさ。やっぱり俺なんて、所詮は金づるだったんだな。昼の弁当を渡したり、放課後デートしたりして、少しは評価上がってたと思ったのにな。諦めるか。いや、まだなんとかなるはずだ。どっかの誰かも言ってただろ？諦めたらそこで終わりだって。絶対友には負けねえ。女さんを振り向かせてやる。男くん。女友さん、今帰り？うん、奇遇だね。そうだね。あのさ。
こないだのこと本当にごめん。え、いいよもう。私こそごめんね。ついに謝れた。じゃあついてだし一緒に帰ろう。うん。てなことがあってさ。そうなんだ、女ついにともくんに。でも諦めないよ、俺は絶対に振り向かせてやるんだ。男くん本気なの？ああ本気さ。そっか、じゃあ私もこれからは本気でサポートしてあげるよ。マジで心強いなーって。今までは本気じゃなかったのかよ。あ、で？可愛くごまかしてもダメ。そうだね、これからは本気で。翌日、女さん、女友さん、おはよう。あ、おはよう男くん。おはよう、無駄に元気ね。そうかな、はい、これ昼の弁当。ああ、ありがとう。今回は女友さんにいろいろメールしてもらって作ったからな。自信作だぞ、グッ。ん？おい、友。はあ？お前昨日どうして先に帰ったんだよ。ああ、実はさ、あの後いろいろ用事あったんだよ。ごめん、それよりも。ん？女さんどう思う？どう思うって何がだ？ほら、いろいろあるじゃん。気になるとか、可愛いとか。別に、普通だな。そうか。そういえば、友が誰かと付き合ったって話聞いたことないな。どんなのが好みなんだ？カッパ。あれ？ん？どうかした？ううん、なんでもない。いつもと彩りが違う気がする。どうしたの？食べようよ。あ、うん、パク。ん？おいしい。あ、なんでもない。変なの？くす。美味しいけど、なんだろう。どっかで食べたことあるような。カパ。お、可愛らしい弁当だな。そうか？誰かに作ってもらったのか、それ。いや、自作。うん？何、鳩が豆鉄砲食らったような顔してんだよ。いやー、だって昨日までは、あれ？友がこんなリアクションするってことは、女さんも。さすが女友さんだぜ。最近思うんだけどよ。ん？女友さん前より綺麗になってねえか？そうか？じー。それはお前が女友さんを好きすぎて見てる錯覚だ。いやー、俺も思ってた。綺麗になったよな。マジで？そうは見えないけどな。なるほど。恋する女は綺麗になるってやつか？恋だと？ごくり。恋か。女友さんはどんな人が好みなんだろう。うっ、おい、女ちゃんがこっちに来るぞ。なんだって？こっちに来る。ともくん。え？ですよね。なんだよ、ともかよ、畜生。イケメンは違うな、おい。タオル持ってきたから、よかったら使ってよ。いや、自分のあるし。せっかくだし、受け取っとけよ。じゃあ使わせてもらおうか、ファッサ。へへへ。たたたた。うろやまー。くそ、ともばっか。俺なんてかれこれ数週間女さんといるのに何にもされてないぞ。やっぱり望みは薄いか。いや、俺だっていつかは女さんがタオルを貸してくれるくらいの男になってやるんだ。まあいつになるかわからないけどさ。着替えよ。じーん？なんだこれ。どうかしたか？いや、タオル？それに書き置きも、まさか女さんが。頑張って、応援してるよ、女友。なんだ、女友さんか。でも、女子からこういうことされるの初めてだし、ちょっと嬉しいな。放課後、玄関。あ、女友さん。男くん、女を待ってるの？うん、あ、タオルありがとね。いえいえ。今日の体育きつくてさ、汗やばかったから助かったよ。明日洗って返すからさ。あ、いいよいいよ。そんな、別にそこまで気を使わなくても、私が洗うからさ。そうか？なら返すけど、本当ありがとね、パサ。いえいえ。ぎ。ところで、今から行く場所は決まってるの？またあの喫茶店かな。いつもあそこじゃつまらないでしょ？だから、私が良さそうなとこ、調べてきたよ。ほんとか？うん、見てこれ。最近できたばかりでさ、きっと女も喜ぶよ。ピラ。
へえ、こんなとこに。どう？うん、じゃあ今日はここに行こうかな。何から何まで、ありがとう女友さん。ふふ、どういたしまして。4時半過ぎたら寝ないとやばい。おまた、って、あれ？女友？あ、女来たから私は帰るね。またね。え、ああ、ほんとだ。じゃあまた明日。もっと話したかったけど、また明日でいいか。女友と何話してたのよ。え、まあいろいろ。あ、そう。それよりさ、今日はここに行こうと思うんだけど、ピラ。ふーん、結構良さそうなお店じゃない。だろ？美味しい。そう？よかった。あんた、男くんも何か食べれば？いや、俺はいいよ。ははは。金に余裕ないし、女さんに食べてもらうので精一杯だからな。あ、そう。ははは。がっくり。ああ、美味しい。ああ、もうこんな時間じゃない。え？私、もう帰らないと。何か用事でもあるの？まあね。それじゃ。たた。女さんが用事なんて珍しいな。しかもあんなに急いで。ついて行ってみようか。行けない気がするけど、やっぱり気になるよな。よし、ついて行くか。スタスタスタ。なんか小走りだな。そこまで急ぐほどのことなのか？こそこそ。キョロキョロ、スタスタ。おっと、そっちか。ってあれ？スタスタスタ。この道って確か。はぁ、間に合った。学校だよな。うろうろ。誰かを待ってるのか？でも、女さんが待つようなやつって言ったら。あ、ともくん！ともしかいないよな。あれ？女さんだっけ？ここで何してんの？ともくんを待ってたの。なんで？一緒に帰ろうと思ってさ。ああ、別にいいけど。本当？えへへ。そこまで？あ、よかったらさ、途中で喫茶店でも行かない？少しくらいなら。やった！じゃあ行こう行こう。ぎゅ。そこまで、俺とは一緒にいたくないわけ？分かってたけどさ。もういいや。帰るか。とぼ。あれ？男だ。哀愁漂う背中だな。どうしたんだろう。翌朝。いつもの癖で弁当作っちゃったな。もう作らなくていいのに。はぁ。おはよう男くん。え、女友さん。に、女さんか。おはよう。おはよう。なんか元気ないわね。ああ、弁当か。はい。ありがとう。はぁ、あんまり顔合わせたくなかったのに、朝から憂鬱だな。どうしちゃったのかしら。放課後、今日は誰とも話す気になれなかった。あ、男くん、待ちくたびれたわよ。う、ほら、早く行くわよ。一瞬でも喜んだ自分が、ムカつくな。あそこ美味しかったし、今日もあそこに行きましょうか。そうだよ。女さんが俺なんかを待っててくれるのは。ほら、早く。いい金づるだから、だろ？ああ、やっぱり美味しいわ。よかったね。え？ああ、うん。そろそろ時間だな。ほんと元気ないわね。ま、明日になったら治ってるでしょ。じゃあ俺もう帰るよ。代金は払っとくから。またね、ガタ。え？ちょっと。珍しいわね、先に帰っちゃうなんて。って、もうこんな時間。急いで食べて、迎えに行かないと。パクパク。とぼとぼ。あ、男くん。う？はぁ。間に合った。危ない。スタスタ。で、早速来た。ともくーん。ぎゅ。また女さんか。えへへ、今日も一緒に帰ろうかなーって。別にいいけど。やったー！順調よね。今帰り？男くんは女とのデートの帰り？デートなんかじゃねえよ、あんなの。え？男くん？朝から元気ないよ。何があったの？別に。ほら、元気出してよ。あそこにカラオケあるから一緒に行こう。ね。歌えばきっと元気出るよ。
おごってあげるからさ、ね。うん、カラオケ。終わらない歌を歌おう。キチガイ扱いされた日々。男くん、なんだかんだノリノリっていうか、感情こもってる感じがすごい。終わらない歌を歌おう。ああ、すっきりした。うん、楽しんでくれたみたいで、私も嬉しいよ。男くんの新しい面も見れたし。はあ、ほんと、なんかすっきりした。うん、うん、決めた。俺、女さんと別れるよ。え？いや、そりゃ、別れるって言っても、向こうはそもそも付き合ってるつもりもないんだろうけどさ。え？なんかごめんね。女友さんにも、いろいろ助けてもらったのにさ。え？あ、うん。うわぁ、なんか気まずいなぁ、明日から。言っても、こっちが勝手に気まずくなってるだけだけどさ。うわぁ、なんか考えれば考えるほど、俺惨めかも。死にてぇ。なんだろう。え？なにこれ、どうしたらいいの？チャンス？いやいやいや、そんな、男くんの気持ちも考えずにチャンスとかありえないって。男くんの気持ち。ねえ、男くん。男くんはその女のことちゃんと諦められるの？それは確かに難しいかもだけど、女さんに思い切って告白して OK もらえた時はめちゃくちゃ嬉しかったし、正直今だって叶うなら別れたくないよ。うん。でもそれでもいろいろ考えてみてさ、決めたんだ。俺は女さんと別れる。今の状態のままってのはやっぱり辛すぎるんだ。男くん、そもそも告白自体かなりダメ元だったし大丈夫。元に戻るだけだ。はあ、よーし、もう引きずらない。決めた。うん。そうだ、吹っ切れたのは女友さんのおかげだよ。ありがとう。え、私？そういえば最初にいろいろ教えてくれたのは女友さんだし、今日だってカラオケ誘ってくれたしさ、本当にありがとう。ちょ、距離近いよ。ダメ、顔真っ赤になる。ん？どうしたの？もしかして具合悪い？いや、違くて、その。そうだよね。俺のためなんかに今まで無理に付き合わせちゃったし。だから、違う。うん。今日はもう帰った方がいいよ。明日も学校だしさ。よかったら送っていこうか？え？うん、大丈夫。大丈夫だから。一人で帰れるから。ああ、そう、わかった。まあ俺みたいなやつと一緒に帰りたいとか思うはずもないもんな。家まで送ってもらうなんてそんな、まだ早いよ。カラオケ店外。それじゃあ帰り道気をつけて。ありがとう。男くんも気をつけて帰ってね。うん、じゃあまた明日。うん、また明日。うわぁ、どうしよう、どうしよう。男くん、結局女と別れるって、それなら私の気持ちを男くんに。いやー、無理無理、絶対そんなの恥ずかしくて無理。どうせだし、明日からは自炊にしようかな。で、またともくんと喫茶店に来たのはいいんだけど、ともくん全然楽しくなさそう。さっきから、っていうか今までずっと私からしか話しかけてないし、ともくんは適当に相槌打ってるだけみたいな。大丈夫、話自体はできてるんだし、問題は。ねえ、女さん。え、あ、はい、何？初めてともくんから話しかけてくれた。きゃー！女さんってさ、男と仲いいの？え？っていうか、男と付き合ってたりする？まさか、そんなはずないじゃん。私が男と？ありえないってば。そうなんだ。男のやつ、自分がそんな仲良くないのに、なんで俺のこと紹介したんだろう。あ、危ない。バレたらマジ死ねるって。別に、すごい仲悪いみたいでもなさそうだしいいんだけどさ。男も最近妙に凝った弁当を作ってきたり、なんかアップダウン激しいしで、少し心配だったんだけど。女さんが原因ってわけじゃないのか。ま、それもそうか。二人とも全然接点なさそうだし。やばい、また沈黙が。じゃあ俺、そろそろ帰るわ。え、もう？もうちょっとだけゆっくりしていかない？見たいテレビあるし、それに、
ここに俺ら二人でいたってあんまり面白くもないっしょ。え？正直俺あんまり知らない女の子と喋るの苦手だしな。男のことも大丈夫そうだし。面白くない、面白くないって、そんな。翌日学校。ねえねえ、女ってともくんと付き合ってるの？え？何？いきなりそんな。だって昨日ともくんと二人で喫茶店にいたよね。それは確かに昨日二人で一緒にいたけど。ああ、やっぱり付き合ってるんだ。違うって、まだそんな付き合うとか。まだ？まだって何？ああ、もう女相手なんて絶対勝てないよ。めっちゃお似合いだし。え、そうかな。そうだよ、まさに美男美女じゃん。はあ、マジ羨ましい。そんなことないよ。女、顔デレデレしすぎ。そうよね、ともくんだって好きじゃない人と二人で会ったりなんかしないもんね。昨日はちょっとそっけなかったけど、全然問題ないよね。はよーす。おーす、とも、昨日のテレビ見た？見た見た、マジ笑ったわあれは。ほら女、彼氏が来たよ。彼氏なんてそんな、やめてってば。まんざらでもない顔。女、本当にともくんのことが好きなんだ。男くんじゃなくて、ともくんのことが。そういえば、今日まだ男くん来てない。はよー。あ、来た。はよーす、男。おっすー。男どいてって、ともくんが見づらいじゃん。男くん、今日もいつもと同じ男くんだ。ああ、今日どうしよう、女さんの顔全然見れねえし。昨日ちゃんと決めたのに、いざとなると結構辛いな。ん？なんか男、今日もテンション低いな。なあ男。ん？おう、何？なんかあったのか？最近ちょっとおかしいぞお前。え、いや、その別になんもねえよ。実は好きな相手がお前にぞっこんで、なのに告白して勝手に舞い上がって、そんでまた勝手に別れようなんて思ってる、なんて言えるわけが。そっか、ならいいんだ。何もなさそうな顔じゃないけどな。昼休み。女さん、ちょっといいかな。え？ああ、お弁当ね。うん、行く行く。弁当じゃないんだけど。いやいや、とりあえず来て。はあ？何こいつ、意味わかんない。ともくんと一緒の空間に入れる時間が減っちゃうじゃん。いよ、ちゃんと一言。あれ、男くん、女と一緒に、もしかして。ん？男、女なんかとどこ行くんだろう。で、なーに？お弁当は？ないの？なんで？うん、いや、ていうか、その。はぁ、マジ意味わかんない。言わなきゃ、なんだけど、顔見れねえ。やっぱり言うのかな？言っちゃうのかな？なんか女友が隠れて見てるから声かけづらいんだけど。もう何にもないんだったら教室戻るから。いや待って、ちょっと話したいことが。はあ？何なの？じゃあ早くしてよ。おう、言うんだ。今言う。あのさ、別れてほしいんだけど。え？はあ？何？話って別れ話？うん。よく会話が聞こえない。なんだこの状況。うわ、なんだこれ、めちゃくちゃ複雑な感じ。悲しいやら、少しすっきりしたやら。え、っていうか女さんの返事は。うん、わかった、別れよ。え？ああ、なんか男から別れようとか言われるとあんまり気分良くないな。しかもお昼ご飯も自分でやんなきゃになるし。ああ、もうめんどくさ。まあいっか、私にはともくんがいてくれるし。話終わりだよね。じゃあ私戻るから。え、あー、うん。そうだ、これからはあまり話しかけないでね。変に誤解されたら嫌だから。わかった、じゃあね。終わったんだ俺と女。知ってたけど本当に俺のことなんかどうでもよかったんだな。はあ。男くん。え？なんで男あんなにしょぼくれてんだろう。放課後。はあ。なあ、男のやつどうしたと思う？知るかよ。なんか午後始まってからずっとあんなだし。
話しかけても生返事ばっかだし、あの昼休みのが原因なのか。トモなんか知ってる？お前男と仲いい方じゃん。え？いやわかんねえ。女に聞けばわかるかもな。トモくん、今日部活休みだよね。よかったら一緒に帰ろ。あ？ああ、いいよ別に。聞きたいこともあるしな。ああ、やっぱりトモくんかっこいい。女さん、またトモと。ああ、ダメだ。こんなへこんでばっかで。あの、男くん？ああ、女トモさん。ちょっと話したいことあるから、一緒に帰らない？うん、いいよ。ねえねえ、今日も喫茶店寄ってく？それとも別の場所行く？別に、何でもいいよ。どっかトモくんの行きたいところにしようよ。はあ、女さん、ちょっと聞きたいことがあるんだけどいいかな？いいよ。何でも話して。まさか。今日昼休み、男と何話してたの？え？いや、話しづらいことならいいんだけど、ちょっと気になったから。確実に、その時から男変になってたし。あ、見てたんだ。うわ、最悪。最後まであいつ足引っ張って。いいや、適当にごまかそう。あの時は、私、男から告白されて、それで断ったんだ。あ、そうだったんだ。なるほどな。そりゃ振られたら落ち込むわ。よかった。信じてくれたみたい。キープとはいえ、男と付き合ったなんて死んでも知られたくないし。あいつ、こういうのが好みなのか。ああ、一気にどうでもよくなった。帰ろ。じゃあ悪いけど俺もう行くわ。え？どっか寄り道してこうよ。いや、ごめん、帰る。待ってって、トモくん？なに？なんか用事でもあったの？別に、用事という用事は。じゃあ帰るから。違う、ある、話ある。ん？ならどうぞ。やばい、ここで帰らせるのはもうなんかダメな気がする。私ね、トモくんのことが好きなんだけど。え？だから付き合ってくれたら嬉しいな、みたいな。やばい、なんかどさくさ紛れに行っちゃった。ふわ、トモくん困った顔してるし、そうだよね、いきなりだし。でも、トモくんだって私のこと嫌いではな。ごめん、俺。今そういう余裕ないんだわ。部活に専念したいっていうかさ。つうか女さんと特別仲いいわけじゃないしな。え？だからごめん。え？それじゃあまた明日学校で。うん、またね。振られた。普通に振られちゃった。そっか、やっぱり別れたんだ。ああ、でも後悔はしてねえよ。むしろあのままぐだぐだ付き合ってた方がきつかっただろうし、さすがにちょっとへこんだけどさ。男くん。ねえ、男くん、ちょっとだけ聞いて。実は私ね、ずっと好きな人がいるの。え、そうなの？うん、でも私、結構奥手っていうか、男の人に自分から話しかけるのが苦手でね。いつも女の陰に隠れて過ごしてきたの。だから、もちろんその人は、私のこと好きになるはずもなくて。そんな私に比べたら、男くんはすごいよ。自分の気持ちをちゃんと伝えてて。本当に、すごいと思う。そんなことねえよ。え？肩掴まれて。女友さんはそんなんじゃないよ。俺と違って気遣いも上手だし、綺麗だし。俺なんかのために相談乗ってくれたりしたじゃん。女友さんなら大丈夫だって。女友さんみたいな人なら、絶対告白だって成功するよ。肩痛。あ、ごめん。なんか熱くなりすぎた。掴まれてた部分がすごく熱い。いやー、でもほんと、女友さんなら絶対うまくいくって、俺が保証するよ。あ、なんだか、久しぶりに男くんの笑った顔見れたかも。ああ、でも、俺なんかの保証じゃ意味ないか。そんなことないよ。嬉しいもん。え？ああ、いや、ならいいんだけど。と、確か女友さんはここ左だったよね。俺右だから、また明日学校で。あ、待って、私、まだ。
私まだ自分が一番言いたいことを言えてない。男くんに今言いたいこと。ん？どうかした？男くん、さっき私の告白は絶対成功するって言ってくれたよね。ああそうだね。女友さんならきっと。私、男くんのことが好き。ん？私、ずっと男くんのことが好きだったの。いつだって男くんを見てた。教室でも校庭でも体育館でも帰る途中でも大好きなの、男くんが。いきなりこんなこと言われても困っちゃうのは分かってる。だけど本当に好きだから。女が男くんと付き合い始めたって聞いた時はすごくショックだった。なのに女は男くんのことなんか何も考えてなくて。ああ私どうしたらいいのか分かんなくて。男くんも女も大好きだから、だから応援するしかないと思って。でも女はやっぱり男くんを見てなかった。見ようともしてなかった。私もう気持ちを抑えられない。少し時間くれないかな。まだちょっと頭こんがらがってて、どう言ったらいいかわかんなくてさ。明日には答え出せると思うから。わかった。ごめんなさい。あと話聞いてくれてありがとう。それじゃあ私こっちだから。またね。また明日。うわー、行っちゃったよー。どうしようっていうか、私さっきどんな顔してただろう。うわー、やばいよー。顔も肩も熱いの収まんないよー。正直言って信じられない。実は夢落ちだったりするんじゃないか、これは。って現実逃避しても仕方ないか。女さん、そして女友さん、俺の答えは。翌日学校。はぁ、どうしたの女、そんな深いため息。別に、何でもない。何でもなくないって顔に書いてあるよ。はぁ、お昼ご飯はなくなるし、ともくんには振られちゃうし、マジ最悪。あー、どうしよっかな。せめてお昼ご飯だけでもなんとか。っていうか女とも遅いな。いつもならもういる時間なのに。はよーす。おはよう。よ、男、今日は元気戻ったか？昨日と変わんねえよ。普通だ、普通。女ともさんはまだ来てないみたいだな。お昼ご飯か。どうしよっかな。はようす。おはよう、朝練上がり？ああ、朝からめっちゃ疲れたわ。はあ、やっぱりともくんかっこいいな。うん、ここはやはり男をキープしといて、もっとともくんとお近づきに。よ、元気か？ああ、そうだな、普通だよ。昨日よりかはまだマシかな。女ともさん遅いな。はあ、ギリギリセーフ。おはよう、女とも。珍しいね、遅刻ギリギリなんて。ちょっと寝坊しちゃって。結局昨日全然寝れなかった。昼休み教室。結局今まで話せなかったな。よし、今のうちに。女とも、ちょっといいか？はい、大丈夫です。ダメだ。無理。ここじゃなんだし、屋上にでもいい。男くん、暇？よかったらご飯一緒に食べない？え？屋上。女とも一緒なんだ。まあ、そっちの方が楽しいし、いいかもね。てか、私ご飯ないんだけど、手ぶらなの見てわかんないかな、普通。よかったの？女も一緒で。大丈夫。むしろいてくれないと、しっかりけじめもつけらんないしな。もう、早くしないと交番のご飯なくなっちゃうって。あんまり時間かかっちゃうのもあれだから、早めにはっきり言う。なんて？決めたんだ。俺は今、誰とも付き合いたくない。だから、ごめんなさい。そっか。え？女友さんの気持ちはすっごく嬉しいけど、でも今の俺にはまだ無理だと思うんだ。女友さんは優しくて綺麗で、俺なんかにはもったいないから。だから、またいつか俺から告白したい。女友さんに合うような、誰にも馬鹿にされない立派な男になる。
ごめん、言ってることめちゃくちゃだって分かってる。分かってるんだけど。ううん、いいの。正直、ちょっとだけ悲しいけど。でもいいの。男くんが私のことをちゃんと見てくれてるって分かったから。だから、いいの。女友さん。ごめんね。泣きたくなんてないんだけど。はぁ、意味わかんない。購買売り切れちゃうから。私も行っていい？あ、女さんも。ん？ごめんなさい。はぁ？なんであんた謝ってんの？そういう意味不明なところが私嫌いなの。いいよ別に。私は何も気にしてないし。その代わり、これ以上女とも泣かせたら、許さないから。それと、女とも。ん？後でまた。ちゃんと謝る。え？それじゃあ私行くから。じゃあね。行っちゃった。うん。ご飯一緒に食べる？うん。おしまい。今回のお話はいかがだったでしょうか？最後まで読んでいただきありがとうございました。ぜひ感想をコメント欄にて教えてください。少しでもいいなと思っていただけた方は、チャンネル登録、評価、よろしくお願いいたします。